やる気、行動、これらの問題を一気に解決します。Hey guys, I'm Arisa Nanase. 皆さんこんにちは。モチベーショナルスピーカーの Nanase です。今日のテーマはモチベーション。日本語にするとやる気ですよね。皆さん今のやる気100点満点中何点ですか？その点数覚えておいてください。そして今日動画を見終わった後、それを実践してみて何点になったか比べてみると、この数十分でどれだけ変わるかが実感できるかなと思います。まあそもそもモチベって何か？私はモチベーショナルスピーカーになるための勉強をして、資格も海外の講座で取りました。まあそれまでなんとなくしかわからなかったんですけど、まあ、要はモチベーションっていうのは目標を達成するために必要なエネルギーなんですね。しかしモチベーションについて誤った思い込みを持っていると目標達成することが難しくなります。そこで今回はそういったモチベーションに対して間違った思い込みから直していきましょうということで、本日のメニューです。まずモチベのマインドセット、そしてモチベを上げる方法、簡単に行動する方法、妨げるものへの対処法3選、そして自信を高める方法、そして最後まとめという風になっています。ということで、まずねモチベのマインドセットをやっていこうかなと思います。正しいマインドセットについてご紹介していこうかなと、思うんですけれども、皆さんモチベーションについて質問してくれること結構多いんですが、結構間違った思い込みをしているなと感じることがあるんですよね。まあ、かつての私もそうだったんですけど、4つの思い込み、よくある思い込みを紹介します。まず1つが、モチベーションはある日突然やってくるっていうことです。多くの人はモチベーションはある日突然やってくるっていう風に思ってるんですよね。だけど実際はそうではないんですよ。モチベーションっていうのは自分で作り出すものなんです。なのでモチベーションを高めたいって思ったら自分で行動する必要があります。モチベが来るの待ってたらいつの間にかおじいちゃんおばあちゃんになってしまったと、そんな辛すぎますよね。そうなんです、モチベは待ってちゃダメなんです。まあ、ある日突然来るっていうことはもう絶対にないです。もちろん年明けとか何かそういうきっかけによってやる気が上がるっていうことはあるとは思うんですけれども、今回の動画ではそのきっかけを作るところっていうのも解説しますので、そのきっかけすら自分で作っていこうっていうような感じになってきます。そして思い込み2つ目が、モチベーションは常に高い状態を保つ必要があるっていうものです。まあ、モチベーションって常に高い状態を保つ必要があるものだっていうふうに多くの方考えられていると思うんですけれども、まあ、自分はやる気ないなとか、あの人いつもモチベ高くて羨ましいなとか、しかし実際にはそうではないんですね。モチベーションって波のように上下していきます。私もモチベどうやって保つんですかって聞かれることあるんですけど、波はね私もあります。朝起きて何もやりたくないなとか、なんかやる気ないなっていう時、逆にめっちゃやる気に溢れる時とかもあります。で、特に女性はホルモンバランスの影響もあると思うんですけれども、なんか生理前とかめっちゃやる気なくすし、生理中もだるいし眠いしみたいな。でも終わりがけになると自分がスーパーウーマンになったかのようにもう何かやりたくなるみたいな、いつも以上に活動的になったりしますよね。多分それ私だけじゃないんじゃないかなと思います。でもちろん男性も同じようなことねあるというふうに思います。モチベが低い時に無理やり上げないとって思わなくてもいいんですね。後で、まあ、対策法いろいろ出てくるんですけど、モチベーションが低い時は無理に頑張ろうとせず休息を取ることも大切です。そして3つ目の思い込みが、モチベーションがないと達成できないっていう思い込みです。まあ、多くの人がやる気がないとモチベーションないと何もできないじゃんって考えてしまいます。だけど実際にはそうじゃないんですね。モチベーションは目標を達成するためにエネルギーを与えてくれますが、目標を達成するために必要なのってモチベーションだけではないんですよ。目標を達成するためには努力も忍耐も必要です。モチベーションが低い時でも努力とか忍耐を続けてれば目標を達成することもできるんですよ。まあ、そもそもの話なんですけど、モチベーションやる気に頼らず習慣にして計画的にやることができればちゃんとゴールまで行き着きます。なのでモチベがなくてできないのはただの言い訳なんですよね。あとよく言われるのが4つ目の思い込み、モチベーションは生まれつきの才能だっていうやつですね。モチベーションは生まれつきの才能だと思ってる人いるかなと思うんですけど、実際にはそうじゃないです。モチベーションは誰でも身につけることができます。なのでモチベーションを高めたいと思ったら努力をしてください。その努力の仕方はね今日の動画言いますけれども、モチベはその人だから高いとか私は低いとかっていう風に決めつけないでください。あなたも自分である程度調整できるようになっていきます。今日の動画を見ればこの4つの直し方っていうのも分かると思いますが、そもそもこのマインドを正しいものに直して真っさらな状態でやっていかないと意味がないので、ぜひねこのマインドセットっていうのはやっておいてください。ということで、正しいマインドセット、この4つ大丈夫ですか？モチベーションは自分で作り出すものだ、モチベーションは常に高い状態を保つ必要はない、モチベーションがなくても何もできないわけではない、モチベーションは生まれつきの才能ではないという、この4つですね。まあ、こちらのマインドセットがちゃんとできたっていうところでですね、じゃあどうやってそのやる気出すのか、まずモチベーションを上げる鍵になるポイント3つご紹介していきます。1つはフレッシュ
ュスタート効果、次にラベル替え、最後にやる気をやり始めたら出てくるっていうものを順番に解説今からしていきます。まずフレッシュスタートっていうやつですね。フレッシュスタート効果っていうのは、何かを変えたいと思うとき、新たなスタートのように感じられる瞬間を探そうってする心理現象なんですよ。例えば新年とか新学期、誕生日とか何かの節目を迎えるとモチベーション高まることありますよね。今1月なんてまさにそうですよね。年明けってなんかみんな目標とかね、新しいこと始めたりとかしますよね。それは実際フレッシュスタート効果が働いているからと考えられています。でこの、フレッシュスタート効果を使ってモチベーションを上げるには、次の方法があります。まず目標達成するために具体的な期限を決めて、今日を1日目にすると。この具体的な期限っていうのを決めることで目標が達成可能なものになってきます。モチベーション高まります。例えば痩せるっていう目標じゃなく、1ヶ月で5キロ痩せるという目標にすると達成しやすくなると言われてるんですよね。そして今日からスタートっていうね、もう1日目という、これだけで別にね、1月1日じゃなくても1年のいつ始めてもフレッシュスタート効果を使うことができるんですよね。で期限を達成するために小さな目標をいくつか設定するっていうのもおすすめです。大きな目標を達成するのは結構大変なので、その大きい目標を小さな目標に分けて一つずつ達成していくようにしましょう。例えばさっきの、1ヶ月で5キロ痩せるっていう目標を、1週間でじゃあ1キロ痩せようとかっていうようなね、小さい目標に分けて1週間ごとに達成していくとモチベーションもね、維持しやすくなるかなと思います。で私もだいたい3ヶ月後ぐらいに設定すること多くて、例えば3ヶ月後にTOEIC 900点っていう風にすると、ちょっとまだねモチベには弱いんですよね。なのでそのためには、じゃあ今月何するか、今週中にじゃあ何するか、じゃあ今日これしないと間に合わないなという風に意識をしていきます。そして3つ目が、期限や目標を達成したら自分にご褒美を与えるということです。期限とか目標を達成したら自分にご褒美を与えることでモチベーションを維持することができるんですね。例えば、実際に1週間で1キロ痩せたら好きなもの食べようとかっていう風に、それで太っちゃったらね、太るほど食べたらダメですけど、自分にご褒美を与える目標をするとモチベーションが高まっていきます。で実際にこれ私もトイックを半年以上、3回以上受けてね、勉強し続けていた時っていうのがあるんですけれども、トイック本番の試験終了後は1回ね、全て忘れて本当にやりたかったことをやりました。もう食べたいもの食べたりとかね、大体そうですね、試験終了後はその足でね、美味しいもの食べに行ってましたね。ということで1回そういう風にリセットするんですよ。そうするとまた次の日から頑張れるんです。また目標を取った後にやりたいことリストっていうのも作っていました。 TOEIC 900点超えたら YouTube で TOEIC 系の動画出すとか、友達と遊ぶとか、本買うとか、新しいビジネス始めるとかね、もうやりたいことが結構溜まってくるので、それをねやっていこうという風にね、楽しみに、頑張ったんですね。こんな感じでね、フレッシュスタート効果を使ってみたら、次はラベル替えという方法があります。ラベル替えっていうのは、自分に対するラベルを変えるっていう方法なんですね。例えば自分は運動が苦手っていうラベルを、自分は運動が得意になるっていうラベルに変えることでモチベーションが高まるっていうことがあります。このラベル替えを活用してモチベーションを上げるには、次のような方法があります。まず自分に対するポジティブなラベルを書き出すということです。自分に対するポジティブなラベルを書くことで、自分に対するイメージをポジティブに、することができます。例えば、私は運動が得意になる、私は勉強が得意になる、私は仕事ができる人になるとかっていう風に、自分がなりたい姿っていうのを具体的に書き出してみてください。例えば英語ができますかって聞かれて、そんなできませんっていう風にね答えてたんですけど、このラベル替えのワークで私は英語がペラペラですっていうものに張り替えたら、英語を使う仕事とか英語関連のものを見てもおじけずにチャンスが広がっていきました。また自分の目標を達成した姿っていうのをイメージするのもおすすめです。このラベル替えした自分の目標を達成した姿っていうのをイメージすることでモチベーションやっぱり高まっていきます。例えば痩せてかっこいい体になるとか、英語をマスターして海外で活躍するとかね、自分のその目標を達成した姿を具体的にイメージしてみてください。続いて3つ目のポイントはですね、やる気はやり始めてから出てくるというものですよね。で例えば勉強や仕事でやる気が出ない時も、まずは3分だけやってみるっていう方法があります。3分だけやってみることでやる気が出てくるんですよね。これ実際にやるとわかると思います。そこまでやる気なかったんだけど、なんか単語やってみたらそのままつい勉強しちゃったとか、皆さんも漫画とかゲームとかだとね、そんな経験あるかもしれないですね。また女性だと結構電話とか友達との立ち話で、ちょっとだけのつもりが気づいたら数時間
なんてこともね、よくあるんじゃないかなと思います。まあ、リクルートの出してるスタディサプリっていうアプリなんか、これ上手に使ってまして、1分のクイズを通知で出すんですよ。まあ、そうすると、その1分のね、英語クイズとかを答えるためにアプリ開けて、そのままアプリで勉強続けていくっていうきっかけになるので、本当によくね、考えられているなと思います。まあ、1分でも3分でもいいのでね、ちょっとでも始めるっていうのが大事なんでね。ということで、1時間の勉強をやる気がないときは、まずは3分、時間かかってやってみてください。3分だけでいいんです。そうすると、そこからモチベが上がってくることっていうのもね、たまに出てくるんじゃないかなと思います。ということで、以上がモチベーションを上げる3つの方法でした。まあ、これらの方法を実践することで、モチベーションを高めて目標達成しやすくなるかなと思います。そして、モチベが上がっても、やる気に満ち溢れてやりたいんだけど、でもなんか行動できないと、そんな経験ないですか？それは、とあることが原因になっています。またね、モチベが高くても、つい明日やればいいやとか、自分にできるのかなって不安になって、目を背けてしまうっていう方もいると思います。ということで、今回の私のこのモチベ動画っていうのは、ちょっと他と違うんですね。普通だったら多分今日の内容で、モチベ上げる方法を教えて、はい終わりと。今言ったような、行動するところ、先延ばし、自信についてのフォローまでは、ついてこないと思います。だ今回は、今年のね、宣言で言ったように、ちゃんと最後までみんなも見ますよ、ということで、長くなるので、ちょっと後半に分けますが、次回、モチベを上げた後、簡単に行動する方法、妨げるものへの対処法3選、そして、自信を高める方法をご紹介していこうかなと思います。ぜひね、前半だけではなく、この後半も見て意味があるもの、自分でちゃんと実践して使えるものになると思いますので、チャンネル登録して、次回の動画も楽しみに待っていてください。ということで、私のチャンネルではこのように今から使える知識を提供している大人のための勉強チャンネルです。おすすめの自己啓発本やビジネス本もたくさん紹介していってますので、今日の動画がいいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。また概要欄には私が作った七星手帳やユーデミの講座などありますので、よかったらそちらも見てみてください。では皆さんがモチベーションを上げた、皆さんの自分を待ってますように。